言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル、本日は言語発達障害より定型発達レベルについて語呂合わせで見ていきたいと思います。本日の問題はこちら、第19回の午後64番3歳児において発達の遅れが疑われるのはどれかということで、5つ運動や言語の機能が並んでいますね。はい、今回この定型発達レベルありますよね。生後4ヶ月で首が座るとか、生後9ヶ月頃につかまり立ちをするとか、そういった基準となる発達レベル、生後これぐらいで正常な発達であれば平均的にこんな機能を獲得していますよという、たくさん項目がある表を見たことがあると思います。今回はその覚えるのが大変な定型発達レベルとその年齢について語呂合わせで一気に覚えていけたらいいなと思います。で、これ生後1ヶ月2ヶ月3ヶ月とかそういったところはちょっと細かくなるので省いて、生後1年ぐらいまでに見られる発達から生後5年とか生後6年、そのあたりだいたい1年ごとぐらいにどんな機能が獲得されるのかっていうところをまとめています。そしてかなり大量の項目がありますので、この定型発達レベル、運動機能と言語機能に分けて動画を投稿したいと思います。今回はまず運動機能について語呂合わせを紹介したいと思います。ではその語呂合わせの前に、まず生後1年から6年までの各段階においてどんな運動機能を獲得するのかっていうのを一旦見ておきましょう。ではこのようにまとめてます。もちろんここに書いてあることだけではありませんし、例えば絶対に生後1年までにこれができてないとダメっていうわけではありません。もちろん発達には個人差があるので、あくまで平均的な、そして国家試験を解く上で覚えておく基準になる項目です。そこはあらかじめ理解していただいた上で、さらに注意点です。ここ生後1年までとか生後1年6ヶ月までとありますよね。これ1歳を表しているわけではなくて、生まれてから1年経った段階ぐらいまでに獲得されることが多い運動機能を書いています。なのでだいたい2歳になるまでの間、まあ2歳頃と思ってもらってもいいんですが、生まれてから2年間の間でおおむね獲得できる機能っていうものを表してますので、そこも気をつけて確認していきましょう。じゃあいきます。運動機能の定型発達レベル、生後1年までで見られるものとして、伝い歩き、短時間独り立ちができる、そして物を上手につまむことができる、こういった運動が見られます。で、生後1年6ヶ月まで、独歩ですね、一人歩きです。これは1歳頃見られると覚えてよいです。で、片手を持って階段を上ることができる。あと、利き手の分化が見られるのもこの頃だとされています。で、生後2年までで得られる運動機能として、手すりにつかまって階段を一人で登るようになる、これも2歳頃に見られます。あと大きなボールを蹴ることができる、そして本を1枚ずつめくる、このような運動が見られます。で、生後3年まで階段を両足交互に動かして登る、あと三輪車に乗ることができる、そして数秒間片足立ちができるとなっています。で、生後4年までで見られるのは片足ケンケンですね。あとでんぐり返しもできるようになると。そして生後5年までではスキップをするようになる、ジャングルジムに上の方まで一人で登ることができる。で、最後生後6年までで補助輪付きの自転車に乗る、ブランコに立ち乗りして漕ぐことができるようになるというような平均的な定型発達の流れになっています。さあ、これ一つずつ全て覚えていくのはとても大変だと思います。だからちょっと長くはなっちゃうんですが、語呂合わせ用意しています。少しでも覚えやすいようにストーリー仕立てになっていますので見てみましょう。こちらです、語呂合わせです。妻に伝えたどんな気分、ボケたよ褒めて三色団子、出かけよ好きじゃんチャリでブラブラ。はい、この仲睦まじい夫婦のストーリー、これを覚えれば生後1年から生後6年までにそれぞれの段階で見られる定型発達の運動機能、すべてではありませんが2つずつ覚えることができます。見ていきましょう。妻に伝えたの妻が上手につまむですね。で、伝えたが伝い歩きで、どんな気分のどでどっぽ、気分が
聞き手の文化ですね。で、妻がおどけます、ボケたよ褒めてのボケの部分がボールを蹴るですね。大きなボールを蹴る。で、褒めてが本をめくる。で、そのボケっていうのが三色団子です。意味わかんないですが、三色の三で三輪車に乗れる。で、団子っていうのは階段を交互に登ると合わせています。で、仲良し夫婦は出かけよ好きじゃんと、出かけよの部分でがでんぐり返しで、かけよのかけ、片足けんけん、好きじゃん、好きがスキップで、じゃん、ジャングルジムです。で、チャリでブラブラ、チャリはそのまま補助輪付きの自転車に乗る。ブラブラ、ブランコを立ち乗りできると。で、これをそれぞれ2つずつ、左から1歳、1歳半、2歳、3歳、4歳、5歳、6歳と並べると、自然と定型発達として獲得していく運動機能の流れになっていきます。はい、ちょっと長い語呂合わせになるので、これ自体覚えるの大変だよと思うかもしれませんが、一度覚えてしまうとむしろ頭から離れにくくなると思いますので、このイラストイメージしながら覚えると割と、定着しやすいんじゃないかなと思います。もちろんこんな語呂合わせを使わずにそれぞれの項目を丸覚えできるという人はそれでいいと思います。だけど、あれすべてを覚えるよりも明らかに語呂合わせの方が少ない文字数で多くの項目を覚えられると思いますので、自分の記憶法として語呂合わせが向いていると思う方はぜひ参考に、で、自分の中でアレンジしてもっと覚えやすいように修正していってもいいかなと思います。では最初のページ戻ります。はい、今回の問題、3歳児においての発達の遅れが疑われるのはどれかということで、言語面と運動面どちらも覚えておかないとちょっと、細かいところはわからない選択肢になっているんですが、最初に言ったように覚える項目がちょっと多いので、言語面はまた別の動画で紹介していきます。今回見てきたのは運動機能の発達レベルでしたね。で、この中で、運動機能の選択肢としては B のブランコで立ち乗りができないというところだけなんですが、まあ、この問題の場合は他言語面が多いというところで、運動機能の項目覚えておいて損はないと思います。ちなみにこの B、ブランコで立ち乗りができない、これ定型発達で言うとどれぐらいだったか、妻に伝えたどんな気分、ボケたよ褒めて、三色団子、出かけを好きじゃん、チャリでブラブラ、最後のブラブラですね。ブランコで立ち乗りができるようになるのは一番最後、生後6年までということになるので、別に3歳児でこれができてなくても発達の遅れは疑う必要はありませんよね。6歳過ぎて立ち乗りができないというのは一つの基準になるかもしれません。ですが、この問題において B のブランコで立ち乗りができないっていうのはもう除外できますよね。これで選択肢が一つ減ったわけです。さあ、こんな感じで他の問題にも応用ができるように効率よく覚えられたらいいかなと思います。それではまた別の動画で言語機能の理解と表出について語呂合わせを紹介していきますので、そちらもぜひ合わせてみてください。他にも解説リクエストがありましたら、インスタやツイッターコメント欄からお待ちしております。 LINE 公式アカウントもありますので、概要欄からぜひどうぞ。それでは本日も最後までありがとうございました。